下の世界では雨が降っていたぞ。まあ、あれは届かないとして、この微妙に直接はいけない距離なんだよね。結論、これにバッテリーいっぱいつけて直接飛び込んでいこう。絶対それが一番いいわ。あの一番上も特にね、あのコントローラーのバッテリーがなくなってきた。バッテリーここでいいのかな。いろいろ試してみようか。さあそれじゃあね、これであの丸いところに直接行きましょう。大丈夫やね、重ねても OK。 ここね、重さのバランス悪くなるからね。6本分のバッテリーやったら直接いけるやろ。まだ3本残ってるし、あそこ経由するより直接。重さのバランスが悪い。そしていつものやつやね、とりあえず開いてるんで一回ここで降りよう。ジャンプ台と、こいつ、この弾を、あ、そういうことか、この弾で回すんだ。あー理解した。地図の角度的にはここかな。で、一発でいけるかな。いけるかな、いけるかな。角度が。
ど真ん中。じゃあ行くぞ。弾は？まあまあまあ、ワープポイントを先作れたっけこれ。ナタカか。ダメみたいですね。ここから出てすらもいないか。これは自分は飛ばずに弾だけぶち込んで、成功したら自分も飛んでいったらいいのかな。結果がわからん一緒に飛ばんと多分ミスったらここに戻ってくると思うんで、戻ってきてないってことは成功してる。おかえりどうやら落ちてたみたいだね。言ってる結果だけは分かった。言ってる。いやー、一緒に飛びたかったね。どういう軌道をね経てここに届いたのかが知りたかった。まあこれはね、祝福なんで。月中月中。お、スタミナ薬。頑張りゲージの上限を増やす。これ確かさ、使ったら完全回復も込みだったような気がする。マックス系だね。まあ何はともあれ4つ。そういえばゾーラのところ女神像あったのかな。上半分は完了でーす。うん、頑張りです。これでマックスでしょ。4周目はないよね。なんか言ってくれるか。お、気力に満ち溢れています。それ以上増やす必要はないでしょうと。やったぜ。体力少な。よし。
まあまあ、ここは祠ね、ここにも祠、まあ祠祠祠と、でここに馬宿あるけど行ってねえんだよな。おお、あるあるある。まあ忘れることはないだろう、うん、じゃあここ向かおう。さあ今度こそね、山の頂上を目指しましょう。ライネルさんもいるんですかね。あれだね、橙色。もう直線距離で一気に行こう。祠も見えてるんで。こうやってマップをチェックしようと、こういう角度で行ったら直線距離のまあ2倍ぐらいの距離あるから、そりゃきつかったわな。やっぱりあれだね、うん、初手リト族だね。まあ、正直盾の方が使いやすいけど、これだけでだいぶ距離稼げるからね。まあ間違いなく空に行くことになりそうやね。今回はこっち経由する、うん、こっちの方が高いよな。到着、ミファー公園。オジいる？オジいない。ミファー公園、強制的にしゃがんじゃった。ごちゃん、ウィーンウィーン、カシャ。でも赤くない。ミファーは赤かったよね。きたね。なにこれ、うわ。異変画の祠、こういうことかな。オッケー。ちょっとね、夜だと生えないんで、先に祠クリアするか。時間経つやろ。空にとどまるもの。とどまってるね、いろいろ。うん、クッション？クッションってなんで？トランポリンみたいに跳ねるのかと思ったけど。こういうことかな。何のゲームだったかな、こんなゲームあったな。いら、まあいいや。自分でね、配置してそこ飛んでいくみたいな。マリオでもあったと思うけど、こういう謎解きのゲームあったよね。そういうことか。起動しなきゃダメなのか。起動、そういうのもあるのか。でこれに足場を足せということなんだろうけど、ぶっちゃけこれジャンプでも届きそうだけどね。
上に宝箱あるかなって思ったけど、それどころかはしごがある。一回前からパーツ持ってきたらもっと楽になりそうだよね。で、ここで斜めかな。ねね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 ね。なるほど。くっつかない。これは何なんだい？登れもしない。ちょっとね、めんどくさいんで、これ持ってこよう。宝箱じゃねえ。とりあえずね、弾を向こうに持っていくのがお仕事でしょう。ここにつけて足場を作って持っていくだけだと思う。いや、これ弾けるかぽいね。じゃあとりあえず行けるとこまで行ってこい。今ミスった。消えるんじゃねえ。あ、これや。ただ消える。ほら、結構な距離行ったじゃん。で、これを足場にして向こうで回収。終わり。閉廷。結論、これを使う方が早い。ほんとゴミしか入ってねえけど。危なかった。ラショ。まあ簡単やったな。でてれれれーん。1個目。うん、だいぶ明るくなってるな。それじゃあね、久しぶりに。おっと、奥さんもやってきてるじゃないですか。あれ違うわ。チース。お静かに、今お仕事してるぞら。お、リンク様、指導王子に会いに来られたぞら。お喜びになるぞら。ずらって田舎者かよ。田舎者をバカにしているわけではありません。来たね。多分これを浄化するんだろうね。王子お願いします。王子深いここ。本当に君なのか。私です。ホイッスル持ってる。ゾーラ族の王子、シド。会いたかったぞ、リンク。会いたかったぞ。
久しぶり久しぶり、行方不明と聞いて心配していたんだぞ。何があったんだぞ。レノかな。ハイラル城の地下でそんなことが。その後目覚めたのが空の島とは。空、やはり空が全ての鍵なのか、ね、この辺りに降るヘドロの元凶はあの空に浮かぶ島にあるのではと。見たらわかるやん。俺自身はここのヘドロ大将で自由には動けないからな。ほら、ね、ゾーラの里に流れる水の源流、ね、ヘドロが混ざった汚れた水を俺の力、水を操る力で分離してきれいにしてるんだぞ。これを続けなければ汚れた水が里に流れ込んでみんなが苦しむことになるんだぞ。だがリンク、ね、空の浮島や、遺跡と関わりがありそうならば学者のところへ行ってみるといいぞ。ジアトッツージージーだ。いたな、トトコ。いや、いなかったか。ね、嘘ついたか俺今。嘘ついた ね、 ね、大人は嘘つきではないのです。間違いをするだけなのです。明るく正義感あふれるゾラ族の青年、ドレファン王子の、息子で里の危機には己を捨て奮闘する実直で熱い男。100年前の厄災ガノンと戦ったエゲツミファーが姉です。リンクとはかつて里を救うため共同した中で戦友として強い信頼を寄せているのである。だいぶ増えたね、人物も。どっかで幼女になるのかな。プルハ、ジョシュアのイベントをね、もう一つ進めないとロベリーが最果て村に帰らなさそうなんだよね。プルアパッドを開発したが自分の貢献度が大きいにもかかわらず名称に含まれていないのをね、不服に思っている。しょうがないね。トトコ、トトコちゃん、トトコ、トトコ、あっかれ、トトコってどこ。これがわからない。あった、トトコちゃん、ここだ。この辺かな。うん、このまま飛び降りれば OK。